BMW を狩るアンディプリオールがタイトルを獲得した。2005年の世界ツーリングカー選手権は2006年4月10日にイタリアのモンツァサーキットで開幕し11月20日にマカオ市外で開催された最終戦マカオで閉幕するまで全10ラウンド、全20戦で争われた。選手権にはスーパー2000、ディーゼル2000及びスーパープロダクションカーの車両が参加。 可能。シリーズはユーロスポーツの子会社であるクソが統括し、FIA がヨーロッパツーリングカー選手権に対して世界選手権を与えて世界規模に拡大したものであった。ヨーロッパ選手権は新たに設立されたワンオフイベントのヨーロッパツーリングカーカップに与えられることとなった。なおタイヤはミシュランのワンメイク。オッシャースレイベン。 2005年8月28日シリーズは10戦で戦われ、それぞれで 50km のレースが2回行われた。第1レースのスターティンググリッドは予選結果順に並び、第2レースのスターティンググリッドは第1レースの結果から決定されたが、上位8台はリバースグリッドとなった。 各レースの乾燥車上位から10点から8点から6点から5点から4点から3点から2点から1点という形で上位8人にポイントが与えられる。同ポイントの場合はデッドヒート制により順位が決まる。参加する各メーカーの車両のうち各レースの上位2台のみが対象となる。そのため仮にあるメーカーがレース結果において1位から4位を独占した場合、 3位と4位に入った車両は、マニファクチャラーズ選手権の対象から除外されるため、そのレースで5位に入った車両のメーカーに3位としてのポイントが与えられることとなる。インディペンデントクラスの出場車両も同様に除外される。ポイントシステム、インディペンデント選手権は1位から8位まで順に、10から8から6から5から4から3から2から1が与えられた。ありがとうございます。